普通じゃないですか。じゃあてんちゃんの怖いもの、うん、ベスト10見てみましょう。こちら、一人の映画館。あー、読み式で高齢者と目が合う。心霊の話みたいなことかな。怖いな、確かにな。これ1位、一人の映画館。はい、もう映画館のスクリーンの中に入るじゃないですか。でスクリーン スクリーンの中に、今めちゃくちゃ怖い話してる。映画館のスクリーンの中に入るじゃないですか。一回もないんですけど。まだ誰も座ってない映画館。本当に誰もいない。本当に一人っきりの時、うん、で画面だけこう大爆音で、うん、なんか映像が流れるみたいな状況がすごく怖くて、うん、広くて暗くて音が大きくて、それが映画館。なんか雰囲気がこうガラッと変わるというか。まあね、あ、もうあれが怖いんだ。怖いです。そうか、多分広い空間がそんなに好きじゃなくて、狭いところがすごい好きなので。あ、アモン先生は難敵であるてんちゃんをどう分析するのか。先生、はい、てんちゃんの怖いものを見ていかがですか、はい、聞いて。基本的に、広い楽屋とか、うん、あるいは一人きりの映画館もそうですけども、うん、狭いとこじゃなく広い場所が怖いと、うん、でこれは実はこの例えば砂漠だったりとか、うん、大海原で漂流してたり、うん、上とか渇きに対する人間の本能的な恐怖がこの形を変えて出てきたものなんですね。はあ、はい、ですから山崎さんは喉が渇いたりお腹が空いたりすると不機嫌になってしまう、元気がなくなるタイプであろうと。でもお腹空くとやっぱそうでしょ。普通じゃないですか。普通だよね。みんなそうだよね。おかしいな。普通じゃないですか。可愛いんですけど、私が見つけたのが2と3だったんですよ。そうか。で、どうしても1が欲しいんですけど、まだ見つけれてないんですね。私はちょっとこれから、1を見つける旅に出かけたいと思います。でもほら、これって本当さっきも言ったけど移り変わりが早いから、うん、もう1ないかもしれない。確かに、もうなくなってるかもしれない。これで今回森田がこうやってプレゼンするっていうことでね、うん、メーカーさんにやっぱ許可を取らなきゃいけないですから、いろいろこう話してた時に、うん、シリーズ1これないんですかみたいな確認してたら、もう販売期間が終わってるんですって。やっぱり、あ、で街で見かけるのはちょっとさすがにもう難しいと。なるほど、ね、しかし、宝トミーアーツさんのご厚意で今回ご用意いたしました。よかったね。森田ちょっと、はい、撮ってみてください。いいですか。はい、オープン、オープン。これがワンのやつね。トリピカルズ。かわいい。ワンです。入ってる。入ってる。入ってるよ。すごい嬉しいです。もうじゃあはけてください。辛い辛い。全然もう自腹でもいいんで回させてください。やりたい。やりたいです。じゃあ回していいよ。一番欲しいのはどれなの？一番欲しいのはやっぱこの大きなメロン。メロンいいね。可愛い。なんかちょっとアヒル口みたいな感じで可愛いの。はい、あれ？あ、ちっちゃい。嘘。あ、ちっちゃい、かわいい。あ、みかん。みかんです。みかんです。かわいい。ね、かわいい。嬉しいです。せっかくなのでメロンが出るまで続けましょう。あ、さくらんぼ。かわいい。さあ、はけてもらいましょうか。ちょっとメロンだけ、メロンだけ。メロン濃い。メロン濃い。続いてなかったらもうおしまいだな。メロン濃い色だ。メロン、あ、メロン、メロン来たよ。来た、来ました。うわ、でかっ。赤わいい。どうですか。かわいい。お顔が、お目目がすごいつぶらで。本当だ。なんか前回からこの企画の時優しくない？いや確かに。大園の絵とかさ、うん、嬉しかったです。憧れの人にイラスト描いてる、うん、確かに、うん、ちゃんとお礼言って宝トミーアーツさんに、ありがとうございます。はい、お辞儀だ。かわいい。
申し訳ございません。それではお待たせしました。人生初藤吉の電話対応です。さあそれではかりんちゃんの挑戦です。よーいスタート。へー、藤吉くんランチは、はい、ランチは どうすんだ。私小食でちょっと食欲がなくて申し訳ございません。誘った誘ったわけじゃなかったけど、どうするのかなと思って聞いただけだけど、別にセクハラ上司。申し訳ございません。マーネー。あの以前バズったワードのコーナーで、ね、あの梅雨入りの話が出たと思うんですけど、はい、その時に髪が広がるので、うん、ストレートパーマをかけますって宣言したんですけど、はい、本当にかけました。本当だ。はい、あ、分かります。お似合い。ありがとうございます。まあね、どうぞよろしくお願いします。お願いします。ぼる塾。まあね、もうわかんない。というわけで菅井、井上、竹本が決勝行きをかけたサドンです。果肉があるんですよね。果肉あんなの。あ、でも1個わかりました。おお、もうわかんない。そんな3人の回答がこちら。果たして決勝行きは誰になるのか。正解見てみましょう。正解のフルーツはお願い、これだ。リンゴ、パイナップル、桃。ということでリンゴと桃は竹本菅井書いてますんで、リンゴのみの井上決勝進出。本当ですか？本当ですよ。分かんない。